サミット会場になったプリンスホテルがある南区の元宇品町。町内につながる一本の道路は完全に封鎖され、中の様子はベールに包まれていました。自動車のトランクも中身も全部見て、下も見て、で OK 出してもらって。と話すのは町内会長の加藤さん。こんなこともこういうふうに出かけるのに、これをついうっかり忘れたら出れんから、家に取りに帰りよる人もいらっしゃった。で係員が一緒に後ろついて、まさに島内オートロック状態。島中にいた警戒度マックスの警察官とはこんなエピソードも。まあ、警察官自体も仏頂を出してずっと立っとくのは感謝で辛いんですと、よかったら話をしてください、話しかけてくださいというの言われました。警察の方との、まあ、コミュニケーションとかっていうのは結構あった感じ、あったみたい。子供は子供たちもしたみたいしね。で中では心を騒げというか飲料差し入れしたりね。ただ一番困られたのがトイレがない、ここの公園に1か所と、あと山の中に灯台のとこにバイオトイレ、それぐらいしかない。お寺にトイレを借りに来た警察官もいたそうです。プリンスホテルの前はいつもとは違った景色になっていました。3メートルあったんじゃないか、2メートルことない、もっと高かった。監視カメラがついて、まあ分厚い鉄板で作ってあったからね、やっぱりチャチなもんじゃなかった。仮設の塀で遮られ、中の様子を見ることはできません。さらに海側には侵入を防ぐためのフェンスが張り巡らされていましたが、今はもう皆さん普通に釣りを楽しんでいた。よう釣れるとこだけど。町内会館は1ヶ月間昼夜問わず警備を担当する警察官の宿泊場所として提供していました。30ぐらい、15の15だろうな。なるほどなるほど。厨房がありますかね、湯沸かしが、それ使ってもらっても結構だし、テレビも見てもらっても結構だし、あとエアコンがあるからね、あれも使ってもらっても結構。そこの作り面にね、焼肉屋の配達してくれるやつのカタログを置いてこんなんがあるんやで、 PR も兼ねてね。すると若い人だからね、支給された弁当だけじゃ足らんか、テイクアウトのよう売れたそうです。他にも広島県の観光ガイドブックを置いておくと、他県から来た警察官が持って帰ってくれたそうです。感謝状。サミット運営に多大な貢献をした元宇品町内会、国、広島市、県警からその功績を称える感謝状が渡されました。市長さん、県警本部長、岸田総理大臣殿からも直接いただきました。小学生もね、頑張っていろいろ対応してくださいましたから、彼らもね、20年後いたらもう20ね、一番油の乗り切った頃だから、それを思い出なんか世界に羽ばたいてくれればバンバンと。サミットで忙しかったのがホテル。 G7 首脳だけでなく、招待国など世界の VIP が訪れました。広島駅北口にあるホテルグランビア広島。今回どこの首脳が宿泊したのかは明かせないとしながらも取材に応じました。
サミットに参加された政府の方々や報道機関の関係者の方々約300名様ほどにご利用いただきました。まず政府からの要請によりホテルの全入り口に金属探知機を設置し警備会社の方に立っていただいておりました。そんな VIP に広島を味わってもらおうとある工夫が。それが広島を感じていただけるように、お好みソースを使ったチョコレートを考案しまして、お一人2粒になりますので800個ほどお作りいたしました。チョコにお好みソース、なんともまあ広島らしいアイデアあふれる一品ですね。このデーツというドライフルーツなんですけども、そのお好みソースの原材料として使われているので丸々使いまして、中の種をくり抜いてお好みソースを加えたチョコレートを入れております。少し塩味の方を感じますので、お酒のそういうあてというか、まあ、つまみにもなってすごい美味しいと言っていただけました。ロビーに宮島を再現したモニュメントを作るなど一世一代のお客様のために工夫を凝らしたと言います。インバウンドのお客様からすごく需要をいただいている、すごく世界中から注目されている今、ホテルのレストラン全店舗5店舗でベジタリアン対応のメニューを提供いたします。 G7 をきっかけに海外客への意識が高まったと言います。県や市は国際会議の誘致につながることも期待しています。今回のサミットで注目されたのが、 G7 首脳たちがどれぐらい被爆の実相に触れるか。視察内容は明かされませんでしたが、ある首脳の具体的な動きが新たに明らかになりました。ご存知の通り、その首脳会議の時の首脳の日程はもう分刻みですので、スケジュールはどれだけいっぱいになっても本人が行きたいとはっきり言いましたので。大使が話す本人とはカナダトルドー首相のこと。マッケイ駐日大使はサミットの全日程に同行し、一番近くでトルドー首相を支えてきました。ホームテレビはトルドー首相の単独会見に日本のテレビ局として唯一参加。資料館に入り何を感じたのか質問を試みましたが、しかしその直後、トルドー首相は再び原爆資料館へ向かっていました。政府が設けた公式日程では時間が足りず、どうしてもプライベートで行きたいと本人の希望で向かったといいます。私も一緒に行きましたが、資料館の中にある写真をいっぱい見まして、ちゃんと時間を作ってゆっくりとその写真の深さを見て、その個人のとんでもない想像つかない経験を少し感じたということはあったと思いますので、もうそれはいつまでも忘れないでしょう。サミット後、原爆資料館には連日のように長い列が。来館者は100万人以上。初日のワーキングディナーが行われた宮島にも過去最多のペースで観光客が訪れています。そんな注目の高まりをきっかけに、こんなことも。こちらは旅行ガイドブック地球の歩き方です。新たに広島版が加わることが決まりました。1979年に創刊された旅行ガイドブックの草分け的存在で、これまでにおよそ160カ国分を出版。そんな旅のバイブルの広島版発売が決定したのです。よりディープな情報を盛り込むため、広島のタウン情報誌 TJ 広島とタッグを組みます。
来年春の発売に向けて大忙しの制作現場にカメラが入りました。表紙はこの8つから選んでもらうことにしてて、はい、地球の歩き方といえば街のシンボルを描いた表紙のデザインがトレードマーク。8種類の候補からインターネットによるアンケートで決まるといいます。現在の1位は宮島、2位は平和公園、続く3位に入っているのは路面電車でもお好み焼きでもなくその他ということですが、その訳は広島カープを表紙にしてほしいっていう声も複数ありますね。シアトル・ポートランド編っていうのがありますけど、便乗してんだろうって、どっから見てもイチローで、イチロー会社だから言われたらちょっと争いでもなんかイラストを書き起こしたら書いた人に権利が発生するので、日本を代表するガイドブックの広島の顔が一体何になるのか、県民には大問題ですが、どれになったかは発売までのお楽しみでしょうか。広島版ができるというのはね、すごい期待ですし、これまでで最も詳しい広島本になるじゃないですか。プレッシャーですね。プレッシャーですいや、打ち勝ちましょう、打ち勝ちましょう。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。